人たちと一緒にですね、お客様をですね、おもてなしして、地域の人たちも、お金が落ちるような仕組みで潤ってもらうというような形で、ぜひこのコロナ禍をみんなで一緒に乗り切っていきたいと思ってます。何が起こるかわからないからそういうワクワクもあります。